カムコーダの一例カムコーダはビデオカメラの一種で撮影部と録画部を一体化したもの。ビデオ映像の撮影用カメラとしては主流の様式となっており、一般には単にビデオカメラというと大半の場合はカムコーダを指す。カムコーダはビデオキャンラとビデオカセットリコーダーを合わせた造語でソニーの登録商標である。ムービーカメラ、カムコーダーとも言う。 カムコーダは VTR 一体型ビデオカメラであり、単独でビデオの撮影録画が可能なカメラ機材である。電源がないところでも撮影ができる、持ち運びが可能といった特性を持ち、民生用、放送業務用の両面で活用されている。カムコーダは1980年にまず民生容器が登場し、1982年に放送業務容器が登場した。また、 1983年に民生用の一体型カメラが発売され、1985年頃からは急速に小型化が進行。平成に入る頃には片手でもって撮影、録画ができるカムコーダが一般化した。用途、録画媒体の形式によって様々なものが存在する。ビデオが一般化する前の時代、映像はもっぱらフィルムによって撮影、上映されていた。 テレビ放送が始まった後もしばらくはビデオ信号を電気的に記録する方法がなかったため、録画番組やニュースの映像はフィルムによって撮影され放送されていた。しかし、フィルム方式は現像などに時間がかかり、速報性に劣る単位時間あたりのコストが高いなどの欠点があったため、テレビ放送に使われるビデオ信号をそのまま電気的に記録する方法が考案された。 1956年に最初の認知 VTR が登場し、その後幾度かのフォーマットの変遷を経て、小型化が進められていった。ビデオ機材の小型化が進められるにつれ、ニュース素材やロケーション撮影でも、フィルムを使った撮影ではなく、直接にビデオ信号として録画したいというニーズが出てきた。また、民生用としても、自分でテレビ番組を作りたいといったニーズも出てきた。 当初の様式は一体型のカムコーだけ式のものではなくカメラヘッドとビデオデッキが分離しておりその二つの機械をケーブルで接続して使用するというものだった民生用としては1966年にソニーがモノクロ録画が可能な機材を発表1969年には同じくソニーがカラー録画が可能な機材を発表しているしかしながらこの時代に 一般市民が動画記録を撮影するならば、第一の選択肢は 8mm フィルムであり、ビデオが使われることは滅多になかった。ただし、個人でも情報発信ができるというメリットに着目したマイケル・シャンバーグは、マスメディアとは異なる多様なビデオ文化を目的として、1971年にゲリラテレビジョンという著書を発表した。アートの世界では、ナムジュンパイクラによって、 ビデオアートが発表され、芸術作品の新たな手段として知られるようになった。カナダのビデオ作家であるマイケル・ゴールドバーグは、1972年に日本でビデオアートのワークショップを行い、日本でも、小林は、工藤らビデオ作家、ビデオアートの誕生を促す契機となった。また、放送用、業務用としては、1976年に、有企画のポータブルビデオデッキが登場し、 ビデオカメラと組み合わせてニュース取材などに使われ始めた。もともという企画は民生用の企画だったが民生用企画としてはややオーバースペックであり、ベータマックス VHS の登場によって立場を失いつつあった。そこにアメリカ合衆国のテレビ局から取材用に使えないかという打診があり、取材目的の放送用、業務用機という新境地を生み出すことになったものであり、 これがイングリッシュの先駆けとなった。同時期に1インチ VTR のポータブル機も登場したが、これはオープンリールであり、神経質なマシンだったことや、大きく重かったことからあまり使われることがなかった。放送業務用の機材は、ビデオカメラ、ビデオデッキともに大きく重いものであったため、カメラマンが、ビデオカメラを、ビデオエンジニアが、ビデオデッキを、それぞれ担いで、 二人一組で撮影を行うというスタイルであった。本格的な家庭用ビデオ企画として、1975年にソニーが主導するベータマックスが、1976年に日本ビクターが主導する VHS が発表された。これに伴い、1970年代後半には、それぞれのラインナップにビデオカメラとポータブルビデオデッキが付け加えられた。 これらはいずれも一体型ではなく、ビデオカメラとビデオデッキが独立しており、その間をケーブルで繋いで使うというものであった。ただし業務用、放送用機材ほどには重くはなく、一人で両方を持ち運び撮影することもなんとか可能なサイズに収められていた。また、この頃の高級な末置き型ビデオデッキにはカメラ端子があり、ビデオカメラを用意することで、 家庭内でのビデオ撮影録画ができるような機能を持つものもあった。ビデオカメラとビデオデッキが独立しており、二つの荷物を抱えて動かなければ撮影ができないというのは不便であったため、それを一つにまとめた一体型のものが考案された。それがカムコーダである。1980年に日本ビクター、日立製作所から民生用カムコーダの試作品が発表された。 翌1981年には松下電機もカムコーダの試作品を発表している。ただしいずれも市販はされなかった。1982年に放送用企画のベータカムが発表された。スタイルは型の世式でイングリッシュカメラと呼ばれるようになる。この後しばらくカムコーダは型の世式が主流のまま経過することになる。型の世式のスタイルが採用された理由は 当時はそれ以上の小型化ができなかったというものであったが撮影された映像の安定性などの副次的なメリットももたらしカムコーダの一つの典型を形作ることになるベータカムは当初は基本的に放送用のカムコーダ企画として開発されたものであったそれまではビデオデッキはビデオエンジニアが持つものとされてきたのに対しベータカムのカムコーダは ビデオデッキもカメラマンが持つものとされ、重量も加算だことから、当初カメラマンには歓迎されなかった。しかし、カメラマンとビデオエンジニアがケーブルで繋がれているという制約がなくなり、現場の取材のフットワークの改善には劇的な効果をもたらしたことから、しばたたく間にベータカムはイングリッシュ取材の主力機にのし上がった。ベータカムフォーマットは、1987年に、 ハイバンド化により画質を改善したベータカム s p e へ、さらに1993年にはデジタルベータカムへと発展し、2000年代以降にハイビジョンが一般化するまで最前線で活躍した。ベータ方式カムコーダー1号機、ベータムービー BMC-100P1983 年にはソニーがベータマックス規格を採用したベータムービーを投入した。放送用。 業務容器のベータカムのイメージを彷彿とさせるものであった。ベータムービーは録画専用機で本体での再生ができなかったため、ベータマックスデッキの所有が必須で、ベータマックスの売り上げ向上にも寄与した。グレーン C1 前後するが1982年には VHS のサブ企画である VHSC が発表された。これはテープフォーマットそのものは VHS を流用し、 録画時間を20分まで短縮することでカセットのサイズを小さくしたもので撮影目的をメインとして考えられたものである。同年には VHS-C 規格を採用したポータブルビデオシステムシティ・ジャック・ HR-C3 が登場しビデオカメラとビデオデッキの両方を持って撮影するというスタイルの改善が図られている。小型のビデオテープである VHS-C の採用によって ビデオデッキ部がかなり小型化された。この商品はカメラヘッドとデッキを一体化して使うこともできた。1984年1月にはこの VHS-C 規格を採用した初のカムコーダ、グレーン C1 が日本ビクターから発表された。このカメラはなんとか片手でも持てるサイズとなっていた。1984年、家電業界の統一規格として作られた8ミリビデオが 登場した。これは VHS やベータマックスとは全く異なる、劇的に小さなカセットテープを使用し、かつ録画時間も家庭用として、十分な90分を確保したものであった。1985年1月8日、ソニーより8ミリビデオ企画を採用したカムコーダが発売された。これもまた型のせ式のものではあったが、重量は 2kg を切った。 VHS-C および8ミリビデオの登場により、ようやく、カムコーダは、一般の家庭にも入り込める小型化を達成したと、言える。さらに、同年9月、ソニーより8ミリビデオ企画を採用した、カムコーダ、ハンディカムの1号機が発売された。これは再生機能や電子ビューファインダーを省略するなど、大胆に機構を、簡略化することで、小型化しか手持ちを実現したもので、 販売的には失敗に終わっているが、カムコーダの新しい姿を提案するものとなった。片手持ちスタイルハンディカムの流れを受けて、1980年代後半には、さらにカムコーダの小型化が進み、型乗せスタイルが廃れて、片手持ちスタイルが主流になるという変遷が起きた。小型化は徐々に進められ、ビクターの VHSC 一体型カムコーダ、グレーン c では、 ボーヤハントというキャッチコピーで気軽に家庭内で撮影することを強く提案していた。この流れの中で最も成功したのは1989年6月21日に発売されたソニーのカムコーダ CCDTR55 であろう。これはパスポートサイズというキャッチコピーを付け質量7 9 0ムという当時では画期的な 軽さを実現した同期を片手で軽々と保持し、ビデオ撮影が可能だということを訴求した。実際に同期をパスポートで隠したフェザー広告や、浅野厚子を起用した CM によるイメージ戦略が功を奏し、発売後2日間で5万台を売り上げ、これ以降カムコーダはそれまでにも増して身近なものとして普及することになった。ただしメリットだけではなく、欠点も顕在化することになった。 重く大きい型の世式から、軽く小さい型手持ち式になるに従って、体力のないものでも使えるようになった結果として、手ぶれが生じやすくなり、撮影された映像が見苦しいものとなりやすいという、問題も生じた。ある程度以上マニアックな撮影者から、一般市民に、マーケットが広がったために三脚を使うものが極端に、減ったこと、手持ち撮影で、 ズームアップを多用するものが増加したことも、この傾向を加速したと言えよう。その後、手ぶれを軽減する機能の搭載が進められた。1992年、シャープから液晶ビューカムが発売された。これ以降、ファインダーではなく、液晶を見ながら撮影する方式が主流になっていく。企画は、1990年代を通じて8ミリビデオの、 高画質企画であるハイハチが主流であった。1995年にデジタルビデオ記録方式 DV 企画が制定された。同企画は発売当初はカムコーダ本体もテープもかなりの高価格であったためすぐには普及せず、1990年代後半もなおハイハチがカムコーダの主流であったが、2000年代以降は、 DV 規格のカムコーダ本体やテープの低価格化が急速に進み、ビデオデッキ部はデジタルのものが大半を占めるに至っている。家庭用ハイビジョンカメラの登場した現在でも、スタンダードカメラ、ハンディカメラ、イングリッシュカメラという放送用カメラの構成や性能は変わっていない。しかし業務用、ビデオ機材では、以前は業務用と民生用では明らかに画質が異なり、 また価格も段違いとなっていたものの、1995年9月、ソニーの世界初 DV 企画によるデジタルカムコーダ DCRVX1000 から、この流れは変わり、ハイエンドの民生機とローエンドの業務用機の区別が曖昧になってきた。この機種は、録画部に DV 企画を採用するとともに、撮影部に業務用と同じ 3ccd を採用することで、 劇的な画質の向上をもたらした。同期や、その後継機種、DCR-VX2000 は、業務用の領域にも食い込んで使われている。フリップビデオウルトラ HD という機種では、1280X720P モードのみ、録画媒体は内蔵する。フラッシュメモリその後のカムコーダはいくつかの方向に分化しつつ、発展を続けている。2000年に、 日立から 8CMDVD に記録する DZ メガボルト100が登場し、各メーカーも追随して発売したが、DVD 規格の乱立や、録画時間の短さなどから、DV 規格をしのぐほど普及はしなかった。日立は2007年に 8CMBD に HD 記録する、ブルーレイカムコーダーも発売している。2000年代後半には、旧来のビデオ方式である SD から新世代の、 ビデオ方式である HD への移行が進んだ。DV テープを用いる HDV 規格が作られ、民生容器のハイビジョンカムコーダは2003年に日本ビクターから720ピン規格のグレイン HD1 が登場。翌2004年にはソニーより 1080i 規格の HDR-FX1 が登場した。これらは片手持ちで撮影するには少々大きすぎるものではあったが、 2005年に容易に片手持ちが可能なサイズの HDR-HC1 が登場した。2006年には H264 方式で記録するアベッ t ド規格を策定。HDV 規格の MPEG- により少ないデータ容量で HD 映像を記録ができ、同時に HDD やメモリーカードに記録することが可能となり、 記録規格や記録媒体は多様化していった。2010年代に入ると本体の小型化により GoPro など一部の目的に特化した製品や 3D 動画や 4K 解像度撮影ができる家庭用カムコーダ等も登場した。その一方でデジタルカメラやスマートフォン等の携帯端末でも急速な画質の向上により HD 動画撮影が可能となり、 カムコーダとほぼ遜色なく使えるようになってきているため従来の動画撮影専用のカムコーダの出荷数は急激に減少している。ありがとうございます。